私の夫が捕まっちゃったのよ。どうかしたの？秘密の話なの？キーツ！レッ！今日はマジで元気ないね。うん、朝からずっと。お昼休みも授業中も今も。すすけてる感じ。ねえ、ユンケロでもおごってあげようか。嘘、あんなちっこい瓶なのにサンデーよりちっちゃいんだよ。ね、じゃあリポルディは？そんなにトーリちゃんのこと気になる？もしやマジでほの字だった？密談だね。いいよ。あ、そうなんだ。ちょっと待って。京介くん、忘れてるって何を？昔の何？
ナちゃんがどうしたって？そういうシーンがマージの中で現れたってこと？それを京介くんは覚えていない。本当に忘れていたこと忘れているままなの？何を忘れているかそれも思い出せない。忘れていること思い出さないでほしいかな。知らない？心理学でもそういうのあるんだよ。抑圧って言うんだって。私は知ってるけどね。けど京介くん、あの力今でも持ってるの？じゃあダメかな。いないと思うけどな、多分。だってヒーローはたった一人だからヒーローなんでしょ？それでも、だとしてもエマちゃんにとっては京介くんだけがヒーローだったと思うよ。終わっちゃったね。うん。あのさ、もしかして京介くんがマージ使ってるのってエマちゃんとのことをどうにかしたいからなの？あたし思うんだけどさ、歴史が変わったら変わる前の歴史は消えるわけでしょ。つまり京介くんにはこの今を消す覚悟があるってこと？だってそうでしょ、新しい現実が生まれたらそういうことになるでしょ。
私も応援するよ、それ。言ってたよ、言ってたけど、もし本当に変えられるんであればね、それが一番だと私も思ったから。私だってもう嫌だからね。で、それいつぐらいになったら成功するの？あ、そうなんだ。じゃあ、それがすっきりしたら、エマちゃんにも教えてあげようよ。今もあの虫食いが終わっていないこと、それとももう行っちゃった？その時は私もエマちゃんについていてあげたいと思うんだけど。ありがとう。キューツレ！図書委員行こっか。あ、うん。どうだった？じゃあ、あたしの方からも一つ。あたしね、近いうちにまた転校することになったから。
リア、京介くん忘れちゃってたみたいだね、私の制服のこと。マジ初めから分かっていたんだけどね、長くはこの町にいられないって。それがとうとう決まっちゃったってわけ。ううん、あたしに親はいないから。初めからそのつもりだったから。だな、嘘のはずないじゃん。私だって本当は、けど、終わっちゃったね。まだ正確には決まってないけど、近いうちってだけ。明日かもしれないし。あるよ。あ、うん、そうしよう、そうしよう。私の引っ越しのことも伝えた方がいいだろうしね。うん。あれ？どうしたの？うん、ちょっと話があって。お兄ちゃんと千尋で？じゃあ、ちょっとお茶を入れる。お構いなく。で、話って？どっちでも同じことだから。ううん、京介くんからお先にどうぞ。